楽しんでいてください。切ってやってください。よかったら一緒に盛り上がってください。行きましょう。レッツスタートオーバーゲイン。
マリオじゃないもん、マリアだもん。こんにちは。さあ今回撮影 OK ということなので、ちょっとポーズ撮ってみようかな。裏顔がいいの？さあ後ろの方、後ろに立ってる、見てる方見えてますよ。ありがとう。おお、ごめんね。ちょっと皆さん、いじめすぎですよ。ピカチュウのモノマネしないもん、まだしないもん。こちらの方もよかったら思い出にポーズ、はい。私の誕生日にはクリスマスイベント、初のファンイベントを行いました。まあちょっとライブみたいなね。その時に実はファンの皆さんに作った曲があります。その時に作ったのが半年前に発売したありがとうフォーエバーという曲です。私の感謝な気持ち、素直な気持ち、8年前9年前、福岡から東京に夢を持って上京してきた時の気持ち、いろんなことがあった。もう諦めそうになった時もあったけど、ファンの皆さんのおかげで支えられてここまで来ています。今から弾き語りさせてもらいます。聴いてください。ありがとうございます。この曲を発売してから結婚式で聴きましたとか、この曲のおかげで彼とより戻せましたとか、いろんなエピソードを聞きます。
いろんなところでいろんなタイミングや節目でこの曲を使っていただけて本当に嬉しく思います。皆さんも今日企画によかったらぜひぜひありがとうフォーエバー聴いてください。よし、あの音に負けないように頑張るぞ。それでは聴いてください。ありがとうフォーエバー。Thank you.
聴いてください。セーブミー。
お送りしました。セーブミー、ありがとうございます。こんな感じで歌ってきましたけれども、リリースイベント4曲となるのでこれで終わりです。終わりです。アンコールがありません。一部はちょっと時間が厳しいと、握手会もありますし、その後またライブがあるので、もう今回しか来れないって方いますか？あー、そっか、一部しか来れない。じゃあ何が聞きたいですか？いやー、ちょっとラベルさん、ちょっと何か言ってみます。一番だけ聞くか。ダメ、時間が厳しいと。今回はちょっと時間厳しいと、皆さんのお気持ちをいただきました。ありがとうございます。分かった。じゃあもうね、一部しか来れない方はいつかね、次ファンイベントを行うから、そしてライブができるように頑張るので待っててください。ありがとうございます。で、私、去年の8月20日に歌手デビューして、モデルのお仕事と歌手のお仕事と、そして演技のお仕事と3つ並行してこの1年間頑張ってきました。この1年間は本当に無駄のないというか、もう本当に突っ走ってきた思いです。いろんなことを吸収してきました。皆さんに一体何をやりたいのと言われてきました。でも私はいろんなことをやれるなら、今はいろんなことに挑戦していろんな引き出しを作りたい。そこから生まれる西内マリアがいつか大きなものの形となって、そして皆さんに何かを、パワーや元気や勇気や何かを与えたいと思っているので、これからもどうぞお祝いをよろしくお願いします。ありがとうございます。今年中にはですね、ファンイベントを行うのがもしかしたら難しいかもしれません。というのはもう一つちょっと大きな仕事が決まりまして、その発表を近々できると思うので楽しみにしていてください。ありがとうございます。今年はとにかく突っ走るぞ、ということで応援してください。だから皆さんに会える機会を来年以降はもっともっといっぱい作っていきますので、よかったら会いに来てください。ありがとうございました。今月21日には私が初めて映画に出演しています。レイズリーの国という映画が公開されます。よかったら見に行ってください。そしてあとラジオもやってます。あと音楽の番組、先駆け音楽の時間もやってます。あと何やってるかな、あとはツイッターとかインスタもやってます。あとはまたリリースイベント福岡ね、福岡はね、あれなんですね。まあよかったらまたイベントなんかもやりますので、ぜひ皆さん、本当にありがとうございました。この後は握手会です。よかったら皆さん握手しましょう。近くまで来てください。写真撮る、写真撮るか。 OK、 じゃあ最後に皆さんで思い出写真撮りたいと思います。後ろの皆さんもよかったら手振ってください。ツイッターに毎回載せてるんです。今までね、東京池袋と大阪、そして名古屋行ってきました。皆さん負けない自信はありますか？負けない自信はありますか？はーい。ありがとう。じゃあいつものようにどうしようかな。東京ウッピーズで行く、それともウッピーズで行く？よし、東京ウッピーズって言ったら、私が言うと東京ウッピーズって言ったら、みんなでイエーイって言って、もう元気をこの私の iPhone に収めてください。皆さんのこれ寝る前とかに見て元気もらってるんだ。だから
らみんなの笑顔をちょうだい。ありがとう。じゃあこれツイッターに載せるので皆さん全国のウッピーズにフォロー。